ハンマ岩尾先生です、今週のバイナリーオプションの成績がね、また振り返しになっちゃったですね。デモでやってるんだけども自動売買で、1万2000円ぐらいになってまた5000円のという、開始の利益と同じになっちゃいましたね。月曜日から金曜日まで今日ですね、ずっと24時間デモでね自動売買させて試験投資しておりました。で間にね自分で自動売買してるのを見て別のパソコンで手入力で打ってみて、利益をちょっと取りましたけれども、自動売買でやってる投資を見てね良さそうなのだけ投資してみました。そんなのでいいんじゃないかって、今日月曜日から金曜日まではだから結局何回も何十回も投資して、チャラであったということですね。で FX の方はバカやっちゃいまして全部なくしちゃいました。1ヶ月分の利益を全部なくしてゼロにしちゃいましたね。FX の方、まあそんなに資金は入れてないんだけども、儲けなしになっちゃったですね。2000くらい負けたかな、1000いくら負けたかと思うんですね。また投資してますけどね今度は1000ドル投資でちょっと研究中しようと思ってね、1万ドル以上、3万ドル、4万ドルはきついんで、やっぱり400万ぐらい投資するのきついんで試験投資なんでやったんだけど、今日から弱気になって1000ドルで やってちょっと調子つけてから上げていこうと思います。100万ドルね、1億ドルと増やしていこうと思ってます。そんなことでちょっとまた練習うちの本番の1000ドル最小額ですねでちょっとやってみようと思います。ちょっとお見せしますね。これがバイナリーオプションですね。これデモで自動売買させてます。初めになっちゃったんでね、利益なし、ボーナスが5000ついてますからそのままなっちゃいました。日にちをお教えしますね。2日ですね、11月2日です。それでですね、こちらバイナリーオプションで、これ7000ぐらいしか、8000ぐらいしかなかったんだけども、8000ぐらいプラスにしました。昨日と今日だけでね、ちょっと、これはライブですね。ライブ版ですね。これを1000万ぐらい増やすわけですけども、1000万1億って増やすんですけども、なかなか増えないですね。それでですね、あと FX なんですけど、こうですね、1000ドル、たった1000ドル投資に変わっちゃいました。それでこのようにね、このひどさ、1ヶ月の稼ぎがマイナス2578円になっちゃったですね。ここのとこずーっと1万2万合計2万ぐらい落としちゃいましたね。で1ヶ月稼いだのは全部なくなって2000約ね、またちょっと増えちゃったんで、ね、2578円だけね。ああ参っちゃいますよ。捨て方はね合ってたんですけどね、捨て方合ってたんですけどね、正解しましたけど損切り、でね今こちらで投資して遊んでます。たった1000ドルだけで、だから1000ドルだからね、7320んじゃないか、12万9226円ですね、の資金で動いてるわけですけどね。ここをちょっとやってみました。上がったり下がったり下に落ちないんでね。でプラス今ほんのちょびっとというわけですよね。ちょっとわかんないけど今計算でね。まあそんなことでね、
1ヶ月分の仕事が全然意味なかったということですね。ああいうことになってます。で、練習投資のバイナリーオプションだけ上がったんで、まあ、利益はプラスですけどね、マイナスにならなかったということですね。こちらのね、バイナリーオプションが少し利益上がって、ね、8000ぐらい、8000じゃなくて、まあ6000ぐらいプラスになってるから、ね、さっきの2000いくらい引けばね、まあ3000ぐらいの利益だと、1ヶ月間やって、大失敗してね。だから損害はなかったわけですよね。1ヶ月間のプラスだったら2、3000円でした。まあそんなことでね、ちょっとまだ調整してます。あと、役所の村長と少し、ちょっと勝ち合いそうな感じで、ちょっと、起きましたけどもね、今日ちょっとね、そんな感じで、やばいやばーっていう感じでね、仕事やっておりました。そんなことでね、弥彦村の村長ですかね、新潟県のね、ちょっと勝ち合っちゃったですね。じいさんがやってたとこは村長をね、そんなことで話してたら、ちょっと勝ち合っちゃったみたいです。そんなことでね、まあ、喧嘩なくね、仕事ちょっとやっときたいなということでね、お願いしてるんでね。まあ、そんなことでした。どうもありがとうございました。今月1ヶ月間も全然、めちゃめちゃですね。そんなことでやってましてね。まあ、バイナリーオプションの自動売買、投資法をね、ライブでは禁止ですけども、そのまま打てばね、勝てるかもしれないということでね、まあ、億万長者は平気だと思うんですけどね、時間がかかる。